海道といえばセイコーマートみたいな、そんな感じらしいんで、とりあえず朝ごはんを調達。あともうちょっとで着くから。はい。あ、その手前にあるなんか何時の前のかわかるし。あ、そう、鳥。鳥のマークが。それじゃない？あれだ。あ、あれだ。セコマ購入厚切りソーセージの卵パン、パニーニ、北海道トロトミ飲むヨーグルト、バナナ、美味しそう。いただきます。いただきます。他のコンビニにはないさ、あの安いパスタとか麺類があってさ、あれいいね。で、200円しないのすごくない？しかもなんかちょうどいい量でさ、うん、あれ助かるね。あれめっちゃいいパスタ、あれいい。セイコーマートのカードお持ちですかって言われたんだけど、まあ、もちろんないんだけどさ、ポイントカードとかなのかな、全然わかんない。でも作っちゃった方がいいと思うね。結構でもどうやって作るかもわかんない、何も言われなかった。後で調べよう。まだ7時半だよ朝。うん。これからですね。うん、さあ一箇所目はここはシャコタン半島だね。はい。この黄金岬入り口のなんか公共駐車場に来ております。なんかね案内があったんだよね。道の途中にちっちゃい張り紙みたいな案内があって、ここに止めろと。うわっ。危ない危ない危ない。危ない危ない。危ない。ここ入り口なんだけど、鹿がめちゃめちゃこっち見てる。どうしよう、怖い。見えるかな。そしてカラスが多い。このここに止めた。でこのトンネルを歩いて行くと入り口があるらしい。蜂？行く、どうする？どうしますか？やめます。やめますか？やめます。危ないもん。まあね、なんか鹿いたし、蜂がブンブンしてる。蜂ブンブンしすぎだよ。一番多いね、今までで蜂が。もうこのトンネル入る手前から蜂が多い。黄金岬は諦めて亀井岬へ向かいます。危なすぎ。どうしよう、帰ってきたら蜂が車の中ブンブンしてる。あ、中じゃないや、周りもだよ。周り、さっきの駐車場の観光船に置いてあったパンフレットに亀井岬しか知らなかったんだよね。あとけど亀井岬エリアの隣がシャコタン岬エリアになってるから、ここにも行ってみます。ちゃんと駐車場あるみたい。Catch my
すごい景色いいね。なんかトンネルの先を抜けたら道があるみたいで、シャポタン岬入り口トンネル結構長そうだけど、でも明るいね意外と。おお、なんか狭くない？頭ぶつかんない？大丈夫？私でちょうどいいくらいだもんね。ああ大丈夫そうだね。すごいなんか神々しい。おお、海だ海。綺麗じゃん。すごーい。すごい。すごい。お、すごい。想像以上に綺麗。めっちゃ綺麗。え、めっちゃ綺麗。これがシャコタンブルーか。すごーい。日本の渚百選選定海岸。なんて読むんだろう。島 V 海岸かな。めっちゃ綺麗。シャコタン岬を出て、次はカムイ岬かな。有名なのはそっちかな。なんかすぐに検索とかで出るとね、カムイ岬。逆にこの辺に他に岬あるの知らなかった、さっきの黄金岬はちょっと行けなかったけど、このシャコタン岬は来れてよかったね。めちゃめちゃ綺麗だった。なんか意外とすぐ展望スポットみたいな感じだったよね。トンネル。そうだね。駐車場からも近いし。近い。よかった。いいやつ。駐車場到着したら目の前に鹿が見えるかな。鹿が臭くてる。今はカムイ岬の駐車場、ここから多分20分ぐらいかな、歩いたらカムイ岬の展望台。高所恐怖症の方はご用心を。このシャコタンブルーソフトクリーム食べたい。ここにあるの？うん、ここにある、うん、とりあえず行ってみるか、うん、ちっちゃいのと二人全然すごい。道は整備されててすごい綺麗、歩きやすいね。陸上競技場みたい。ああ、なんかちょっとクッション性ある。さあ皆さん、今現在いるのはカムイ岬。本日はここでどんなバトルが繰り広げられるのでしょうか。では行ってみましょう。すごい、女人禁制の地。なんで女人禁制なの？恐れられていました。今は女性の通行も可能だって。よかったよかった。すごいじゃん、ここの眺め。すごいね。あの先まで行けるの？すごいね。うん。行こうと思ったら私の体がついてこなかった。気持ちだけ先走ってた。久々に本気のダッシュを見た。本気のダッシュして本気のこけ方して本気の顔だった顔が本気だった。意外と遠いんだね。怖いっていう。
台、あそこが展望台かな。ほら、あっち。お、みんなさん。ね、みんなさん。北海道の灯台の中では5番目に古いって、なんとも言えない順位ですね。ところにあるね。亀井岬を降りてきた。はい、降りてきました。結構長かったね。なあ。でもずっと景色いいからさ、飽きなかった、うん。そして疲れたからソフトクリームを食べたい。シャコタンブルーソフトクリーム。あ、ミントなんだ。てっきりブルーハワイかと思ってた。私は味普通にバニラかと思ってた。なわけないな。あの色だけつけてるかと思った。あ、お色ですよ。見てみよう。ね。ミックスは中だっけ？中です。じゃあ中行こう。ミントとバニラのミックス。溶けそう。早い。美味しい？ミントの味する？するする。沼の駐車場到着。なんかおしゃれな建物がある。カフェとかランチができるみたい。新鮮沼は左側？どのぐらい歩くの？神の線の沼って書いて。新鮮沼。ところどころ穴が開いてる。すごいなんかジャングルの中みたいじゃない？はい、あと890mです。意外と遠かった。頑張ってねって言われてるよ。頑張りまーす。見てください。635mもあるのに階段もあるって。あの P から来てピンクの道来たんだね。で今左に曲がったら新鮮沼がある。そう。なんかさ木が下に張ってるし。ハイマツだって。新鮮沼発見。なんかさっき来るときは誰も来ないなと思ってたけど、意外と先にいっぱいいたんだね。結構すれ違ったもんね。あー、着いた。面積は 1.19 ヘクタール。あ、水深2メートル、平均 1.3メートル。浅めだね。ね。じゃあ新鮮沼を満喫したので我が家に戻りますか。あとまた1キロの道のりだよね。ああそうだね、戻りがあれば。戻りまた1キロ取ってきた。
往復2キロ約2キロ歩いてきた。こんな北海道初日から歩くとはね。なんかね、多分動きすぎたせいかお腹がまだ空いてない。もう1時なんだけどね。1時過ぎてる。ちょっと道の駅まで行くか。ちょっと霧がすごいね。道の駅到着。道の駅ニセコビュープラザ。すごいお店がいっぱいあるね。いろいろあって迷ったけど。あ、そう。おにぎり。鮭とおかかだね。握りたてだから崩れやすいって。あとソーセージ。牛乳とパセリ入りのソーセージだって。だから白いんだね。ニセコ米は美味しいですか？米がうまい。へえ。先生、お疲れ様ですか？ここにね、牛のマシンがソフトクリームを作ってくれるやつがあるらしい。インスタで見た。そこかな。最後は小樽運河です。行ってみます。行ってみます。うわー、食べる。あー、よだれー、よだれー。 OK、 小樽運河到着。すごい観光地だね。みんなクルージングに並んでる。小樽運河。小樽運河です。有名な観光地。ホタルビール。倉庫みたいな感じ。なんか無料で見学できるみたいだからね。上等車。美味しそう。飲みたいね。小樽運河がここ。ただ栄えてるのがこっちって感じ。お店がいっぱいあるの。お父さんも来る。ギターの本店、はい、なんだっけ。ベネチアランデブタルト。タルトです。ルーブルフロマージュではないです。ルーブルフロマージュ食べたいんだけどね。じゃあちょっとガラス屋さんでも行きますか。あ、
船、女子マヨクルーズ。お、なんかディズニーみたいじゃない。手振った。お兄さんしか振ってくれなかった。北に進みます。かわいい、高く上げられてる。観光を満喫して、今日は疲れたので、今日の車中飯はセコマです。朝といい夜といい、いやー本当にセコマです。お世話になると思いますね。だってこのスパゲティがさ127円なんだよ。安い、安い、ちょうどいい量だしさ。あとおかず、ひじきの五目煮買った。うん、うまっ。ありがとうございます。 I got this feeling I can't describe, this magic in the air, the world has come aliveAnd when I see you, you make my pulse rise. I never knew that I could be so hypnotized. There's something